こんにちは神奈川県の動画では神奈川県海老名市の浮気調査ができる探偵事務所の選び方についてお話をしています浮気調査ができる探偵事務所の選び方ポイントは次の3つです1つが料金が明瞭であること2つ目が対応が親切であること3つ目が自宅に近いエリアにあるということです1つずつ説明をしていきます まず料金が明瞭ということですが今探偵事務所では主に3つのパターンで料金設定をしています1つ目が時間料金型これは調査期間が数時間や数日間とあらかじめ決められているものです調査対象者である配偶者の行動パターンがある程度分かっているという方におすすめです2つ目がバック型これは調査期間を長期間で設定するものです つまり配偶者の行動パターンがいまいちわからないという方におすすめです。三つ目が成功報酬型ですが、これはちょっと注意が必要です。対応が親切ということですが、この,ばこの場合の親切というのは、こちらの話をよく聞いて、情報を多く仕入れようとしてくれる。そういった探偵事務所を親切と言います。自宅に近いエリアにあるということですが、 自宅から遠い探偵事務所に依頼をすると、いろんな費用が加算できます。よくあるトラブルをご紹介します。料金設定が明瞭でない探偵事務所は、追加料金が次々とかかることがあります。例えば、浮気の証拠写真、いくら、というふうにかかってきます。成功報酬型についてですが、この成功報酬型というのは、もし浮気の証拠写真が撮れないときには、代金をいただきません、というようなことを謳っているものです。 これ一見いいように思えるのですがやはり探偵事務所もボランティアでやっているわけではありませんので何らかの対価を要求してきます基本料金を設定していることが多いですが中には浮気をしていないのが証拠つまりあなたの配偶者は浮気をしていないということが分かりましたこれは証拠と言えるので成功報酬をくださいと言ってくることがありますところがよく調べてみると配偶者は浮気をしていたというケースがあるので注意が必要です 話を受け流す探偵事務所。これはいい加減な調査をすることが多いです。情報を詳しく仕入れていませんので、いい加減な調査をしてあげく、こちらが思うような調査結果を得られないということがあります。自宅から遠い探偵事務所。これは交通費や宿泊費などがかかってきます。結果として調査費用が高額になってしまうことがあります。また、土地勘がないので、詳しい調査をしにくいというデメリットもあります。 もっと詳しく知りたい方は、より深い内容を別の動画でご紹介していますので、今すぐ概要欄をご覧ください。